まあ本当ハードな1日になったと思います。本当素晴らしいチームが16チーム集まって、本当トーナメントで一発勝負というところで海外から参戦してくれるチームを見ましたし、本当レベルが高い試合だったなというふうに思います。僕は本当きっかけが代表候補に選ばれたっていうのが一番最初で、でオリンピックがあるっていうところがもちろん原動力になってます。でそれでオリンピックのメンバーに自分でも選ばれたいと思ってますし、ただ選ばれるだけじゃなくて、これからその 3x3 という競技を続けて、国内でもっと認知度を増やしていく責任もあるのかなというふうに思ってるので、これからずっと僕は続けたいです。今日は応援ありがとうございました。3x3 の世界に入って本当いろんな上手い選手だったり個性豊かな選手がいっぱいいたので、僕的にはなんていうのかな、バスケットのその価値観というか、そういうのがすごい変わって、自分でも勉強になったなというふうに感じています。これからまだまだフレックスはチャレンジャーとマスターズで、いくつか残してるので、まあ、ここで終わりじゃないので、僕らが世界を、相手に、日本っていうチームを引っ張っていきたいなというふうに思ってるので、今後ともフレックスを、3x3 をよろしくお願いします。茨城ロボッツもよろしくお願いします。